岡崎生三から1910年7月27日は、日本の陸軍軍人、家族。最終階級は、陸軍中将、男爵。土佐藩士、岡崎都志の長男として、土佐国旗軍中村に生まれる。母親戦争出生後の1871年、御新兵として上京し、陸軍軍曹、県総長と昇進し、1872年、 陸軍中尉に進む。東京陳大付などを歴任し、1877年3月から10月まで、西南戦争に出征。不評第1連隊大隊長、不評第6連隊大隊長、大阪陳大三謀、この絵不評第4連隊大隊長などを経て、1889年11月、東宮武官に就任する。交尾不評第1連隊長、 ル守第4師団参謀長などを経て、1895年11月、伊海英占領軍参謀長に就任し1898年5月まで、駐留した。参謀本部付、第2師団参謀長などを歴任し、1901年2月、陸軍少将に進級。日露戦争では、不評第15旅団長として出征し、佐賀海戦まで指揮を行った。不評、 第20旅団長などを経て、1906年7月、陸軍中将に昇進し、第13師団長に親保された。1907年9月、男爵を助爵し家族となる。1910年6月に退名となり、翌月に死去した。ありがとうございます。